メッシよりハーランドの方が止めにくい理由がヤバすぎる。レアルマドリードディフェンスアントニオ・リディガーは記者団に対し、アタッカーと対峙する際に意識していることを明かした。その中でマンチェスターシティフォワードアーリング・ハーランドとインテル・マイアミフォワードリオネル・メッシを引き合いに出し、身長によって対応を変えると説明している。タフな相手に対するディフェンス、それが僕の生きがいだ。誰もが僕が不利だと言ったり、考えられる全ての可能性が不利な時こそ僕が愛してやまない瞬間だが、ハーランドの時もそうだったね。そういう瞬間のために生きているんだ。ハーランドやオシムヘンのような長身の選手を相手にディフェンスするのは大変だよ。でもそのくらいの身長の選手と対戦する方が好きだね。メッシのような身長の選手よりもね。でもお前朝のにやられてたやん。こいつは前世紀のメッシとマッチアップしたことないだろ。これだな。こいつほどきでは止められない。メッシは間違いなく世界一を抑えるのが難しい選手だよ。内容が略で草。浅野に舐めくしたのにゴール決められた人。じゃあ浅野の方がメッシより早くて優秀なので。ツッコミどころ満載だよ。リディガーって面白いやつだよな。こいつは本気にし相手にモアテンブみたいにすっこけそうなイメージある。つまりクリロナメッシでもあるということか。